kan dat wel. ありがとうございます。2回目の登場。また遊びに来てよ。オッケーです。男前。ありがとう。ありがとうございます。また寄ってください。すみません。ほんなら一番注目のペケジェの 400Z。何年モデル？58年、昭和。58年。ワンオーナー？ツーオーナー。ツーオーナーな。これオリジナル？これは自分で色塗っただけ。また俺メーカー純正からでしょ思った。これどこのマフラー？大臣？山本。あ、山本レーシング。PSR じゃない。山本レーシングね。うん。オッケー、エンジン音聞かせてもらえるね。PKJ の 400L エンジンもね。エンジンは Z。エンジン M-Z。ポン付け？すごいな。オッケー。次は、息子さんのバイク聞きたい。これはね、はい、マフラーがスゴーキットの RC スゴーの RC スゴー、はい、レース用のキットの一部のチャンバーとマフラー。なるほど、なるほど。で、前がフロントホイールが、TZR サンマのホイールで、リアが FZR250 で、はいはい、でスイングアームは2型のランサのアルミのスイングアームを切って延長した。おー。で、バックステップが自作。これが FZR のマスターで、FZR3TJ。はい。で、日清のマスター入れて、ZRX のポストをつけて、アントライオンの。あとは、何したっけ、青のとこは塗れるとこは塗って、これは塗って、で友達の名前をチーム名にして作った。おお、同じバイクを全部で4台作った。へえ。ランザとセローと
で、TTR と同じようにモタードにしたから、すごいな。ひょっとして工業系の高校？いや普通？いや、すごいよ、それだけできたら。オッケー、あのランツァーのエンジンを聞かせて。オッケー、さあし、はい、刀、何年モデル？これは平成4年4年モデル、うん。マフラーは？ダイシンです。もう古いの？昔から？あ、もうあのちょっとボロボロのバイクを今組み立てて、全部足回りを手伝ってもらって再生させたんや。インパルス 足回りちゃうもんね。全部インパルス。インパルス、そうなんや。まだ発展途上ですけど、ごめんなさい、400やね、これ400です。エンジン音聞かせてもらえますか？これがちょっと気に入ってる。これ FZR、 FZR のね、取ってちょっと加工した。それすごいな、 FZR のフェンダー。ではまた待ってもらえますか。YouTube アップしとくね。